いつもなら質問者の目を見て答える久保健がこの日は、うつろな感じで言葉を絞り出し、いる。田中緑や同案律の目には光るものが浮き、部キャプテンの吉田麻也は、選手とメディア、仕切る策に品だれかかるようにして質問。答えていたそうでもしなければ立っていら、ないというように、 試合後の選手たちの様子。いかに激闘であり、ダメージの大きい敗戦だ。高かを物語っていた。8月3日に行われたスペー。との準決勝は、0、0のまま延長に突入し、残り5分。なった115分に途中出場のマルコ、アセンシオ。決勝ゴールを叩き込まれた。もう願うしかで。 ないのでそういう気持ちでいましたし、身体。本当にボロボロだったので代わって正解だ。と、自分でベンチで思っていたくらいでした90。を終えたタイミングで交代した同案は、仲間。戦いを見守った延長戦での心境を、こう赤。たっ強気な発言が多く、メディアに対して弱ね。 吐くことが滅多にないからこそ、その言葉は、実味を帯びていた。あと一歩、だったのは間違い、ない。とりわけ延長戦に入ってからは、スペー。お土俵際まで追い込んでいた。中山雄太の句、巣に対して前田大然が頭で合わせた102分の詩、とが入っていたら、あるいは、 ゴール前のコン。で、三好孝二が放った111分の渾身シュートが入。ていたら、結果は逆のものになっていたはず。だが、その一歩がまだまだ大きな差である子。も事実だった。チームとしても個人としても、ペインとの間には歴然とした差が横たわっいた。 ジベージダナカ壁が感じた圧倒的な里。レル自身。